実は秋が髪トラブルが一番多いのって皆さん知ってましたか？どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、秋に起きやすい3大トラブルについて紹介します。まず1つ目の原因なんですけど、抜け毛、これ気になる方結構多いと思います。あとは髪の毛のパサつき、最後に髪の毛が細くなる、これの原因について紹介します。まず1つ目が、夏に受けたダメージが秋に現れます。2つ目が乾燥と皮脂の増加になります。3つ目が血管の収縮だったりとか血流の悪さになります。まず一つ目の夏に受けたダメージが現れる原因なんですけど、一つ目紫外線、あと汗だったりとかプールだったり海水になります。特にね、紫外線なんかはね、日焼けによるね、髪の毛のダメージだったりとか、頭皮の日焼けによる乾燥が原因と挙げられます。汗、夏は汗皆さんたくさんかかれるかなと思うんですけど、水分たくさん取ると思います。で、取る水分がめちゃくちゃ冷たかったりとかすると水分の代謝が悪くなってきたりとか、血液がねドロドロになる可能性があります。それによってね、血液循環が悪くなったりする原因があるので、あまり冷たいものは飲まない方がいいかなと思います。次にプールだったりとか海水、今の時期はね、あんまり皆さんお出かけされる方が少ないかなと思うんですけど、例えばね、プール行かれた時だったりとか、塩素だったりとか、あとは海だったりとかね、海水、これによって髪の毛のパサつきが原因として挙げられます。次に2つ目が乾燥と皮脂の増加になります。頭皮もお肌と一緒で、やっぱりね、秋になると乾燥してくるんですよね。乾燥するとどうなるかって言ったら、異常に皮脂がこう分泌されます。そうするとやっぱりね、毛穴が詰まる原因になったりとかして、抜け毛だったりとか、頭皮の炎症を起こす可能性があります。逆に髪の毛なんですけどね、乾燥すると摩擦が起きやすくなります。それでパサつきの原因だったりとかが、影響が出てきてしまいますので、髪の毛が、傷みやすい状態になります。3つ目の血管の収縮と血流の悪さになります。まあ、秋になるとね、気温が下がったりとかすると思うんですけど、それと同時に体温も一緒に下がってしまいます。そうすることによって血管がね、キュッと収縮してしまう、こういうことが起きると、栄養がね、しっかりと頭皮に行き渡らなくなって、健康なね、髪の毛が育ちにくくなったりする原因となります。じゃあ次に、それによる解決方法だったりとか予防方法について紹介します。まず一つ目は十分なヘアケア方法になります。二つ目が、バランスの取れた食事。三つ目が適度な運動。4つ目がしっかりと睡眠時間をとるということです。まず1つ目の十分なヘアケア方法なんですけど、アミノ酸系シャンプーを使う、ね、アミノ酸系シャンプーとかって、結構知られてる方も多いかなと思うんですけど、やっぱり、ね、頭皮だったり髪の毛にかなり優しい成分で作られてます。なので、まあ、やっぱり頭皮ってね、特にやっぱりその髪の毛の土壌になる部分なんで、そこに対して優しいシャンプーを使うっていうのがまず1つ目で結構いいことです。気になるアミノ酸系シャンプーに関してはちょっと概要欄に書いてるので、よかったらそれもチェックしてみてください。次にトリートメントで保護だったりとか補修をする。まずトリートメントをすることがすごく大事なんですけど、家でやるトリートメントももちろん大事です。なんですけど、やっぱりね、夏に受けたダメージだったりとか、本当に乾燥パサつきが気になる方に関しては美容院に、でプロの方にまず診断をしてもらって、それに対する栄養分をしっかりと入れてもらう。それをしっかりと行った上で自宅でのホームケアをする。そうすることによって髪の毛の状態がきれいに保たれます。次はマッサージで血行促進。頭皮に汚れだったりとか皮脂が詰まっていると髪の毛が細くなる原因になります。そこで少しね、頭皮をマッサージをすることによって汚れが落ちやすくなる状態になります。その状態でシャンプーしてあげるとベストなんですね。あとは湯船に浸かって、血行促進、体を温めることも大事になってきますので、これもやってみてください。次に2つ目がバランスの取れた食事になります。髪の毛の主成分のタンパク質、これはしっかりと取ります。抜け毛予防に最適なミネラルで、新陳代謝を促してくれるビタミンだったりとか亜鉛、これを取りながらバランスの取れた食事を心がけてください。3つ目が適度な運動になります。
運動不足になるとね、血の巡り、血行が悪くなったりする原因にもなりますので、それによる頭皮もね、同じような影響を及ぼします。なので無理のない範囲で適度な運動を心がけて血行を良くするように心がけてください。4つ目はしっかりと睡眠をとる。睡眠不足になるとね、体が回復しきれなかったりとか、それによってストレスがね、溜めやすくなる原因になります。このストレスが髪の毛だったりとか頭皮に悪影響を及ぼす可能性がありますので、しっかりと睡眠はとるようにしましょう。ということで、秋に起きやすい頭皮と髪の毛のトラブルについて紹介させてもらいました。こういう話って知ってる方もいるし、知らない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、実践されてる方っていうのは結構少ないかなと思うので、気になる方に関しては絶対にやってみてください。で、付け足しで、カラーリングで、ね、結構秋にされる方も多いかなと思うんですけど、やっぱりパサつきだったりとか乾燥気になる方に関しては、深みのあるカラーリングを入れる。これをすることによって本当にね、髪の毛が結構綺麗に見えます。なのでその辺も美容師さんに相談してみてください。あとは、シャンプーするときにシャンプーブラシを使う。これを使うことによって血行が良くなる効果があります。なので合わせてそういうのを使ってあげると、トラブルが解消される原因になりますので、ぜひ参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。